テステステス、はいはい、ライブストリーミング、あ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 、テス、じゃあレイストームの配信を、はい、おはようございますと、じゃあ今もうユースター始まってると、あ、はい、はい、じゃあ、ということで何でしたっけ、月曜シューティング配信、はい、今日は、春のシューティング祭りの、補修プレイということでレイストーム1号機、6面クリアを目標に僕がやると、前回の配信で2号機は成功したんですけど1号機は失敗してしまったということで、まあ、一応1号機でもやれと、でさっき久しぶりにやったんですけど6面のボスで死にました。辛いです。もう忘れました、すべて記憶の彼方に飛びました。どうしようかな、6面のボスの、 あの誘導の仕方がよく分かんないんですよ僕。なんでああいうカメラにしたんだろうって頭にくるんですけど、はいはい、まああれですよ、やったポリゴンだみたいな感じでやっちゃった系ですよ。やっちゃいましたね。まあでもね、あのエージャックスとかフラッカータックルに比べるとですやっぱ面白いですね。あーあーああやっぱ FA とかに比べると全然面白いゲームだなと思います。まあ数々の困難を乗り越 乗り越え今ここにというわけで、じゃあミカド月曜シューティング配信、今日はレイストームの池田ミノロクの補修となっております。6面クリア5期設定で申し訳ないんですけど5期設定で6面クリアと、はい、今日は1号機を使うと、前回2号機はねクリアしたんでね、はい、今日はじゃあ1号機をしっかり6面まで7面まで頑張ってクリアしたいと思います。はい、僕はちなみにこのゲームはワンコインクリアは1回しかしたことがありません。はい、人生で1回だけです。まああんまりやってないですけどね今ね、来週のが盛り上がりますよ。来週は盛り上がる、来週もメガブラストなんで、はい、超盛り上がると思います。なんかよくわかんないけどあっち最近みんなやってますからね。いやみんなクリアできるんで、ね、全員やらせたいと思います、はい、集まってきたやつ今日は、僕だけなんで、じゃあレイストームの補修6面クリア目標に頑張りたいと思います。はい、今日はあのちゃんたけに教わったオートを使ってやりたいかなと。オートは、A ボタンでロックとショットが連射になると。そうですね、で B ボタンで、そうですね、ボム、そうですね。で3月の末だっけ、はい、春のシューティング祭りの2号機の配信って、はい、で3月末だから今日5月、俺1ヶ月以上やってないってことこのゲーム。そうですね。1号機に関しては、2ヶ月ぐらいやってない。大丈夫なんですかね、もう忘れちゃったよ、動画も見てねえし。一応今年中にはワンコインクリアを配信したいなとは思ってるんですけど、ロックは貯めない感じですね、まあ、はい、あれでもロックは一応ボタンを押さなければ貯められるんじゃないですか、よくわかんないですけど、じゃ頑張って6面クリアしてきます。何回かチャレンジするかもしれないんですいません、はい、よろしくお願いします。18年ほどこのゲームやってないの熱いです ね、はい、いいですね。僕もそんな感じでしたよ。まあ嫌いだったのでこのゲーム、だからあの嫌いなゲームを好きになるためにやるっていう、グラフォーもそうですし、だ FA 今まだ嫌いなんですけど、うん、頑張って FA もやりますよ秋のシューティング祭り。じゃあ行ってきます。はい、というわけで昨日までファイターズストーリーダイナマイトが動いてた台に無理やり入れたこの3話レバーのふにゃふにゃ加減がやばいですね、避けれるのカルノフがすごくよく動くようにできている。このふにゃふにゃ加減、今日は1号機1号機8ロック可能ってこと、はい、で、あのちゃんたけに教わったオートを今日はちょっと使ってみたいかな。あのボムがちゃんと出したいときに出せるという、そうですね、はいはい、まあ、どっち俺稼がないんで、このゲームは何度も何度も、言って恐縮なんですけど稼ぐ理由がないので、じゃあ行ってきます。いや久しぶりだな、ちょっと触ったんですけどね、見事にさっき6ボスで死にましたね。かなりギリギリ限界バトルだと思います。まあロックで稼がないんですかみたいなことあ
ありますけど、このゲーム稼いでも残機が増えないので、残機増えないので稼ぐ意味が全く稼ぐ気がしませんね、僕は。増えるんだったらレイフォースみたいにね、そうですね、稼いでもいいんですけど、増えないのでバカらしいのでやりますけど、なんとなく数字がいっぱい並ぶとかっこいいかなって思う人は稼ぐといいかなと思います。あとやっぱり俺はトップを目指すんだっていう人はやっぱりね、いやでももうさ、スコアの履歴見ると相当極まったスコアが出てるんじゃないか。毎度グラッツ画面、グラッツ画面なんかやってますね、なんかやってますね、解説お願いします。マジっすか。俺このゲーム超得意っすよ。マジで。トレイにはこのゲーム何台入ったんですか。いや、そんな入ってないです。7台入ってないですか。入ってないっす。超得意っていうのは嘘で、実際やったことないですよ俺。マジで。レイフォースはでもクリアしてましたよ。レイフォースはほら、ね、あの今プレイしてる池田ミドロックっていう人の配信見て、あーすげえ楽しそうだなと思ってちょっと練習しました。なるほどね。トライって入ってなかったの。いや入ってない、入ってない、もちろん入ってない、発売日に入ってたよ、やりに行ったもん。いやあの正確には、ね、プレイしてないは嘘で、このなんだろう、斜めスクロールがなんかポリスタースみたいなのがちょっと魅力なんですよね。いわゆるこのフラクタルな俯瞰視点がやりづらい、うん、奥に行くと小さくなっちゃう感じが、で玉よけがこうできる気がしない。あじゃあそうなんですよ、慣れないとね。奥に行くと小さくなんかこれ。あそうそう、一応ね、うん、ちょっとね、一応地上からの敵弾も敵の高さまで上がってからこっちに飛んでくるっていうシステムになってるんですよ。へ、一応 3D で計算されてるという。すごいな、マイク握ってる人間がへーとか言ってますか。いや、だいぶ俺へーとか言ってますよ。大丈夫です。最近の 3D シューティング系は不思議判定、ね、だからそうなんですよね、結局プログラム的に結構無茶してるよね。だから どうしても変なタイミング、変な処理の時に判定がおかしくなるのかな。そうなんですよ、だから昔ながらの 2D のシューティングやってる人からすると 3D のポリゴンのシューティングってやりづらいですよね。まあ確かに。でこう左右にスクロールするやつタイプのやつはさらにやりづらくて、カメラがさ、またこうゴーイングインって正位置に戻るじゃないですか。確かに。それでなんか球の軌道が変わるんですよね。そしてグニャルというか、そうそうそう、グニャルっていうかね、ちょっとこう球がついてくるような感覚があって、やりづらいんですよ。あ、でもそれは 3D の、サンダードラゴンとかあの辺もなんか気持ち悪いですね。あ、そうですね、あれも気持ち悪いですね。あとあれも気持ち悪い、なんだっけ、アーガス。あーアーガスも気持ち悪いですよ。ロボットはなんない、ロボットなんないやつね。だからさ、ライデン3とか式神が左右にスクロールしないのはその気持ち悪さをなくすためなんですよね。あ、確かに。なのにライデン4は左右にスクロールするから気持ち悪いんだっつうんで。でもライデン4はその弾上がってから当たるみたいな、そういう判定はないですね。ないですね。ちゃんと弾の発生と同時に当たるという。あ、でも一応プログラム的にはそうなってるはずですよ、はい、そう見えないだけで。なるほど。だから画面端で気持ち悪いんですよ。まあそんな感じ。だからイカルガも左右にスクロールしないんじゃないかな。ああ、うん。考えてるんですよ、作ってる人は。確かに。考えてない人がダメなことをやるんです。いや、あれで左右スクロールしたら結構めんどくさいですよ。いや、気持ち悪いですよね。やべ、すっかり忘れてるぞ、これ。大丈夫か？だいぶ長です。いやー、やばいよ。何も覚えてないよ。大丈夫かな？バラ巻きか、この後。あぶね！あぶね！危なかったー。あれ？早っ。オートの威力だ。あれ順調ですかこれ。いや順調じゃねえよ、やめて。あれ実はノーミス今んとこね。いやだから結局このゲームごめんで強引に死ぬんですよ、割と。なるほど。だから残機が増えないのはきついんですよ。あそうなんですよ、ごめんが安定しないっていうね。味方は、難易度下げるのもあれなんでということで動き設定になってますね。確かに、まあ、将来的にはね、ガチ設定でクリアするのもありでしょうけど、まあ、練習でっていうか、何か多いのはありがたいですよね。そうですね。まあ、1回100円なんで、やっぱこう、ちょっとこう、このゲームを100円でやるというのは相当厳しいと思うんですよ、僕は。まあ、そういう意味で残機増やしてもいいかな。ハイスコアをね、申請するような人がいなければ、まあまあ、確かに、極設定でいいんじゃないですかね。もし申請したいっていう人がいれば、あ、まあね、設定変えます。そうですね。最後は設定変えますね。いやでも、まあ、要はカジュアルにやりたいんですよ。でもね、カジュアルにやるんだったらこのオートいいですよ、本当に。もう
ロックするだけでバン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 レーザー出るんで電車で。あ、確かにシューティング慣れしてない人とかは使い分けとかではないんですか。まあ、めんどくさいじゃないですか。難しいっすね。僕らはさ、なんか生まれた時からゼリウスやってるような練習だからさなんとなく打ち分けできるけど。まあ、そうですね。そういう人はできないですか。そう、だからフェザーブラスト流行るんですよ。あのなんかサンダーホースのできそうもないみたいなゲームいいよね。確かにワンボタンだよ。ワンボタン。おやべ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 なんか今あの弾の横でなんかバズってましたね。バズってたね。かすりはないですよこの日。危ねえ。本当に忘れてんな俺これ。やべえな。あれ早いな。これは決めボムパターンです。ああなるほどなるほど。危ねえ。なめんじゃねえよお前。あんな避けらんねえ。Tレーザーそして誘導弾。あれでこの後王様うっとりを確か撃ってくるんですよ。うっとりですか。王様うっとりで。で今飛ばしました王様うっとり。なるほど。うっとり見れねえじゃん。あれですよね、スピルバンの時のやつ。あ、終わり。あ、そこまでいかない。あ、そっか、最初の決めボムは今の攻撃が実はやばかったっていう、ね、そうですね、まあ、あの時点で倒したかったっていうね、うん、なんか適当に打ってる感じの球が。そうですね、嫌ですね、あれは、うん。さあ、4面ということで、やばいなぁ、あのレーザーの砲台、場所全然覚えてないですね。大丈夫なんでしょうか。まあ、どういうのやっぱり慣れてないと分かんないですね。分かんないですね。もう完全にこの覚えですからね。うん、僕この判定があったレイストームの良くなかったのは4面だと思ってるんで、いまだに。お、はい、やっぱ分からん殺しは良くないですよ。なるほど。初見殺しだと。これ右にいると死にますからね。いやーって言ったら、割となんかあれじゃないですか、対等のお家芸じゃないですか、わからん殺し。またこれこの後右にいると死ぬからね、気をつけてね。いやー、いや、さっきもなんかでっかいね、あのミサイルの間ちゃんと避けてましたけど、多分あれも当たるんでしょうね。当たるんでしょうね、多分ね。あ、これも危ない。危ない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 。この後こいつをね、速攻で殺したいんですけど、あ、殺せた、よかったよかった。おーと、すげえオート早オート8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 これからはオートだオートマチックレイストームに目覚めたなこれで、この後確か決めボムをします。僕こいつをロックしてポンって打ってそれでバーン、ほらー、めんどくさい。あ、ごめんなさいじゃないですか。まあ左足にいれば大丈夫なんですけどね、レーザーをね。ちょっと弾が絡むんで、ここは右です右です。左いると死ぬ。いや、多分隙間が、まあ、隙間抜けようとれば抜けれるんでしょうけどね。まあ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 、俺にはそんな趣味はないので。また開いて。ここがレーザーじゃないですね。ミサイル、レーザーと、なんていうんですか、戦艦の種類が2種類あるわけですね。へー、これはミサイル艦になって、これミサイル艦。ミサイル艦もこれ見づらいんで、ちょっとよく見てると磁気狙いがたまに飛んできてやられる。確かになんか、さっき斜めに飛んでるのがありましたね。これミサイル艦。これミサイルですね。ミサイルはまああれなんですね、雑魚がこうやって絡むとちょっとやりづらい。雑魚のこの赤い玉、赤い玉すげえ、ちょっと色指定したやつはやばいですね。ネプチューンマンの色配指定したやつと同じぐらいやばいと思いますね。アニメ版の。いやー、ほらロックオンにしちゃって赤いね、赤い部分があるんで一瞬こう分かんないですよ、ね、分かんないんですよ。だからまあ、これボスですか。ボスですね、一応、うん、何回か戦闘して、で最後に決着するみたいな。で、この後またレーザー来るんで、あの適当にこれで粘って、あれピガーって引ける開いたら右に移動しましょう、右に右に。はい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 。あ、これ。ここ最低1個は壊しておきたい。最低、あ、壊れなかった、しよう。あと大変なことになるけど。まあまあ、その辺までに今度ボム溜まるからさ。まだボム溜まってないんで。で、この後、ボムはこれ時間なんですか。時間です。あ、違う。敵倒すとちょっとゲージ溜まる。あ、時間と敵を倒すって感じで。で、これ消せれんパサランは左から L 字に避けましょうって言ってね、はい、あの下の方で避けると死にます。さっきの行動たち分かんないらしいですよ。消せれんパサラン分かんない。じゃあすぐ消せれんパサランでググるといいよ。あの動物性と植物性とだからいっぱいあるんですよね。あ、そうですね。よく知ってるな。でこの後またレーザーがビンオンで来るんで、そこで俺ボム使います。あ、ボム溜まりましたね。溜まった。おりゃー、バカ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 。こんなのわからない。あー、死んじゃった。バカ、何やってんだよ。何やってんだよ。あれ、やべえこれ。あれ、やばいですね。敵じゃないんですね。知りませんでした。
もしくはレーザーだとは判定ある。ああ、左で避けられよかったな。あれ今左足でも避けられるんだよ。あ、今あれですね、ボールの敵最中に左行ければ大丈夫ですよね。余裕かまし右にで死にましたね。ケスランパスは、ケスランパスはここ、あのアシュラ無限大パワーで避けてください。8の字避けで8を横にすると無限大で、無限大ゆで理論です。横八無限大、横八無限大はレイプマンだったの。何度同じ会話をしてるんだ俺たちは。でもまあボムって死んだから OK。 いやーどうなんすかね。いや結局ねこの面で、はい、あの運が悪いと2機持ってかれるんですよ残機で、6上で自利品になって死ぬっていうパターンが多いんで。じゃあまあ1機ぐらいだったら、まあそうですね、まあまあまあ、はい、のでワンミスにで行きたいですね、理想は。ちなみに死ぬとしたらどこら辺ですか。この後に出てくるクレイジーミッド地帯、 あとボスですね、ボス。なんでランダムにしてしまったんだっていうクレイジーミッド、ね、ランダムが2回あるんですよ。おこれは真ん中にいれば大丈夫です。でこれ以降はこのレーザー撃ってくる戦艦も出てこないんで大丈夫です。最後です。ここまで来たら君は戦艦に勝ったよ。いやまあね、戦艦とレーザー見てる分にはすごく綺麗なんですけどね。遅いですよね、撃ってく、あんなの撃ってくんじゃねえよって感じで。ほんとハロだったかんだ最初、馬鹿しいのかよ。まあ割とわからんことですか。わかんないよね。これは地上物は、弾を撃つ前に破壊をしていきたいっていうような勢いで、そうですね、ボコボコと撃っていく。うわ水で、うわコンタクトレンズの調子が悪くてですね、辛いんですね。お、まあ、言い訳したくないですけど。おまあ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 。でもよく出ますね。うん、この下からちゃんと上がってくるっていうのかね。なんか右下でやらしいと思うんだろう。この後出てくるクレイジーピットと呼ばれてる嫌いが打つ方向ランダム出現場所ランダムの、ナコギャラになっている。これですね。おおだから、あ、ボムがない。決めボム行きますよ、決めボム。はい、もう行っちゃいます。あ、行っちゃいます。行きます。まあ、最後はもう僕ボムないと無理なんで。処理遅れると次から決めボムしちゃって。そうなんですよね。ね、まあ、このバラマキロボットは大丈夫なんです。この次出てくる直狙いタイプがやめ。あ、危ねえ。危なかったー。これ必ず左側から右に避けないと撃たれて死ぬんで、このロボットの弾は。なんかさっきから説明が撃たれて死ぬとか、そっち行ったら死ぬとか。そうですね。だからダメなんだよこのゲーム。このフェラーが来たらロボットが来ると思っててくださいね。ロボットフェラー。フェラーですよ、フェラー。はい。でこのボス8種類の攻撃をランダムで放ってくると。はいはいはい。でそのうちなんか避け方間違えるともう死ぬと。お、これお。メタス。メタス。メタス、メタス。あれメタスとフェラー誰でしたっけ。フォアですか、フォアですか。フォア、ランクが下がってるから今の時期狙い避けやすかったですね。ランクが低い、高いとあれ避けらんないんで。ケツランパスだな。なるほど。おこれは、あ、これ楽だよね。で必ずこれ内側で避けてね、外側で避けると死ぬんで。あ、おい、死ぬんだ。死ぬ死ぬ。メタスの強い、メタス強いんですよこいつ。スーパーロボット対戦などはただ回復できた。あ、やっちゃった偶数だ。だからね、息持ってかれると、まあ、あの、ね、ランク落としの、ランク落としってことで、ランク下げていきましょう。前向きに、これはまあ、ちょっとずつ良ければ、うん、いや、だからその、やっぱ攻めっていうのもね、やっぱりちょっと避けづらいっていうか。よし、メタスピーカー、いやー残念かー。なんか俺ら6面のボス本当に苦手なんですよね。だからそれまでに残機持ってかれたくなかったんですけど、残念ながらで6面の道中も難しいんで。さあ目標は、6ボス撃破ということで。そうですね、6ボス、で6ボス倒せるようになればこのゲームクリアできるよ。なるほど。だって6面のボスより他のやつの方が弱いもん。ラスボスすら俺6面のボスより弱いと思う。なるほど。じゃあ、結構そうですね。この後あのこの嫌い撃ちに行くのを遅れると死にます。左にいるぞ。左
ね、この正面から出てくる中型機がかなり強いんですよ。3回出てくるんですけど、必ずワンターンで、ワンターンで倒さないと、うん、あれ1個残して平気、うん、はい、よかったよかった。これね、ね、打ち逃すとやばいんだ、強くて。なんかもうあれですよね、さっきから、うん、あ、これできないと死にます、これやると死にます、あ、死ぬ死ぬ、あ、もうそうそうそう、でももうずっとそういうゲームなんだよこれ、割と処理をくれるとか、あ、何これ、覚えてなかったな。この後ばらまきか、この後右左右の順で中型機、これも前もって打っとかないと死にます。死にます、はい、死にます。今度最後左、はい、でもう一回張り付いて、はいはいはい、これができないと死にます、はい、死にます。で次ボス戦、あのファンネル片側ワンターンでなるべく落としましょう、じゃないと死にます。でこの後のバラ巻きかなり避けんのやばいんで、危なかっただろう、ボムです。あ、でも遅いな。でこの後左からワンキャラ右、じゃないと死にます。でこれ L 字に誘導弾を、あ、誘導じゃない、バラ巻きを誘導して避けると、ちょっとでゴムってゴムってやらっちゃいます、やっちゃいます、邪魔なの、安定第一、安定第一で、この後ピョンピョンピョンで正面誘導してから安定車に入るんだけど、なぜか死ぬんですねこれ。あ、大丈夫だった、はい、よかった、はい、あ、これは撃つチャンスだ。でまた L 字に避けると、メタスの次はデータガンダム、データガンダムですからね、本気ですね、相手もアムロ専用ウェブライダー、ウェブライダー、ウェブライダーから、連携して、ハイパー、ハイパーフガランダー、割と持ってなかったですね、スーパーあのアッチ、なんか当たってるように見えるんですけど、あれ、割と判定なんですよ。あの結構、え、それで当たってんの？おお、マジで、もうやだこいつ、ほんとムカつく、なんだろう、ほんと嫌いなんだけど、バカ、誰だったんだよ。あ、やば、やばいやばいやばい、あ、そうですね、で誘導して裏回ると、誘導して、そうですね、これがたまに判定あるんですよね、あのバルザンに。いや、変形する時の音は結構本物ですよね、これね、いけないな。割と危ないですよ、危ない、マルシーついててもおかしくないですけど。そうですね、変形の SE やばいですね、これ、おかげで聞いてほしい、ほらほら、早くしねえよ、もういいよ、分かったよ、強いのは。俺はもう、やりたくないんだ、このゲームは。ちょっと危なかった、危ない危ない、当たる、もうほんとムカつく、何なんだよ、走れよこれ、やったー、目標クリアだ。というわけで一応斜めやります。おー、あー、よかった、もうやんなくていいんだと。いや、やりますよ、やりますけどね、やっぱりね、2号機の方がいいですね、6面のボスは。あの、もうちょっと攻撃火力がこっちは高いんで、なるほど、レーザーのね、だからもうちょっと早くボスが死ぬんですよ。ああ、言っても良かったですね、まあ極設定とはいえ、6ボス攻撃をクリア、危ないよ、おめでとう。やっぱりシューティングなりしない人はやっぱり、ね、覚えていくっていう作業がちょっと面倒くさいかもしれない、ね、そうですね。で、やっぱ6面のボスのハンドガンの避け方が俺いまいちよく分かんないんですよね。で、みんなね、同じ動き毎回すれば大丈夫だって言うんだけど、そんなことできたら苦労しねえよって話です。そもそもシューティングやってねって言ったら、それたくさんの話です。そうそうそう、上手い人の理屈が分からないっていう、そういうの。あとはあれですかね、微妙になんかランクがちょっとずつ上がってて、だんだん厳しくなるのかなと思って。あ、そうですね。この辺はあれですか、これやってこないと死にますか、ね、まあ、この誘導レーザー撃ってくる、きなこ餅撃ってくる砲台だけ覚えて、これは片側だけ空中の雑魚を残しておけば、これ画面端で逃げれるんで。またきなこ餅が、危ない危ない危ない、また来た。あー、美味しそうですね、きなこ餅。あいつやべんだよ。これも最低でも片側半分倒しとけばこうやって避けれると、上手い人は全部倒しますよ。無理して反対側も倒しに行かなくても、そうそうそう、ちゃんだけとか上手いけどさ、
この後上がってくるんですけど、最低でもこれやばかったらちょっとボングルと。いやー、これでやっぱかっこいいですね。かっこいいけどやってる方はそれどころじゃない。まあそうですね。本当はかっこいいけどえっていうか、どうしたよこれ。おお忘れた。ちょっと忘れちゃいましたね今な。あれだね、ちょっと半分はやっぱ倒さないとダメなんだね。これでもう逃げて平気です。で、この後フェラーが来るんですよ。フェラーが、フェラーが、おっ、フェラーできて弾が来ない。ああ、ちょっと画面の下、画面の外からは打ってこないのかな。そう、あ、一応そうですね、それは打ってこないです、ね、画面の下端が比較的安全なような感じがしました、ね、だからあの6面のボスより、あの本当7面とかは簡単なんで、あの6面まで行った人は諦めないでやってほしいと僕が言うなんてね、そういうことね。俺はもう諦めてるような感じ。めんどくさいみたいな。あ、でもなんか割と順調ですよね。いや、でもまあ多分ロボットとか覚えてないんで多分死ぬと思います。あ、ただあれじゃないですか、もし死んじゃったらコンティニューで先見せちゃうってのか。なるほど、先見せますか。あ、いけね、全然覚えてなかった。あ、おお、これは良ければいいんだけど、好きなやつだな。問題はこのフェラーの後に左側から右にロボット避けてね。これですね、左から右に避けると、じゃないと死にます。で、この後ロボットがレーザー撃ってるやつ2機出てくるんだけど、必ず片側開幕、やっつけよう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 、やっつけた、よかった。あとは逃げてれば大丈夫。無理して倒さなくても大丈夫。うん、もう無理してやってもしょうがないんで。なるほど。で、この後ね、ミスれんだよこれよ。俺の目は障害者並みに悪いのでかなりきついですね。なんか、ほら、近場で倒すとバッキンがね。そうそう、これはバラマキなんで大丈夫です。はい、もう出てこーい。で、もう一回、はい、お、あ、見えましたね。あ、ボス、まあやられちゃうかな、久しぶりなんでちょっと忘れちゃった。お、まあ、アンチなんですけど、ただあの嫌いは当たるんで、適当にこう嫌いを撒いて、でまたここに戻ってやる。あの、要はフラッカーアタックの4面と一緒ですよ。あの、上がってくるっていうあれで当たらないんで、そうですね、あの下から上がってくるまでのあれで当たらないという大きめの家族で、はい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 、おぉ、早い。おぉ、当たるよね。ごめんなさい、入ってください。50円あったっけな、ないか。あった、コンティニューしようか、じゃあ。もっと、じゃあ、ここでコンティニューしますよ。はい、一応、じゃあ、みんなにエンディングを見せるということで。おぉ、あ、何俺ボム使ってんだ、バカ。使っちゃダメだよ。ダメだって。まあいいか。まあ、課金アイテムなんでね。あれ、やべえやべえ、何やってるの。あ、そうか、俺何、あ、そうか、間違えたな。これ連射じゃいけないんだよね、よく考えたら。忘れてましたね、溜め打ちをしないといけなかったんだ。そうか、オートのパターンを作ってなかった。そうですね、オートじゃダメですね、これ。クレイジービット君が来ちゃいました。なので、またボムです。とりあえず1段階クリア、はい、なるほど。100円2コインクリアを目指して、じゃあ、やべえ、痛かったな今、なんであんな2機も死んだんだろう。これが、これが、ラスボスなんだ。ラスボスですね、一応周りの砲台を倒す、砲台っていうかバリアを張っていこうと。そうですね、2つ壊せば次の形態に行くんですけど、このビットがめちゃくちゃ強いんですよ。あのさっきのゼータガンダムについてたよ。そう、で、ここであの絶対にボムが必要なんですけど、ない使ってしまったので使ってしまいました、ごめんなさい。頑張る頑張る、気合で避ける気合で避ける、よっしゃー。おお、で、第2段階、接近状態で、あ、当たっちゃった。もういいですね、弱いですね、自分が。命大事、これパワーアップ出ないんだね。そりゃそうだよな、出ねえよな。あ、これやばいですね、これどうすんだろう、これ。あ、これ死ぬじゃん、あぶねえ。おお、じゃあこれかっこいいやろみたいな。かっこいいけど何がどうなってるか全然さっぱりわかんない。かけれるか。あ、よかった。で、以下繰り返しですね。で、今
今のパターンと繰り返すと、そうですね、棒と糸引きと変な嫌いとひながもちですね。棒棒の、棒の、まあ、あれですね、残り方がやばいですね。よなんかちゃんと言うのあるんでしょうね。ひなこもち、ひなこじゃない、いや、あのね、火力が弱くて壊せないんですよね、棒がやばいですね。こんなに第二ゲータ強かったかしらって感じ。棒強いっすね。やばいですね、これ棒がかなり右下に抜けるのも正解、そうかもしれないですね。地味にランクが低くてこの糸も避けづらいんですけど。おー、あーぶれー。で、また棒か。あー、これは死んだか。いや、きついですね、これどうやら2回目のコンティニューでフルパワーアップが出るらしい。あ、そうなの。じゃあ出すよ。あ、ほんとだ、左、これか。初めて見た。やった。おー、一気に強くなった。これ左端に誘導して右にこうスッと避けていく。なるほど。あ、壊しちゃいましたね。あ、残念、2コインクリアできませんでした、すいません。やっぱやってなかったからな。まあ一応みんなにエンディングだけ見せてね。これボムだけなの？ボムっちゃったんですか？確か、確か。壊し方は2つあって、周りのレーザー砲台か、まあ、中央のコアを壊すっていうのが条件になってて、周りのレーザー砲台を壊す方が正解ですね。柔らかいので。あぶね、あ、見えなかった、ごめん。やばいな、これ忘れたな、どうしよう。で、これ左から避けんだよ、確かバラ巻きです。で、適当に右まで行ったら確か左に切り返さないと確か避けらんねえんだよな。で、これ適当に立ちまってなんか中央のコアがミュミュミュって溜めるんですよ。そしたら、ういっういっおお繰り返しだったかな。で、開いたら打ち込む。さっきのなんかね、極太でもぎゅって曲がる感じがいいですね。あと1個、あと1個終わった。ありがとうございます。弱いっすよ、こいつ。3コイン、3コインクリア。あ、大丈夫です、大丈夫です。でも6ボス以外も相当難しいような気がするんですけど、はい、あ、ちょっと7ボス、すいません、あの7面のボスをちょっと倒し方を間違えました。 あれでした、ロック貯めて、はいはい、3回だか4回打って、で最後に単発打ちするってやんないとダメでしたね、忘れちゃいました。あ、まあ、じゃあ、6ボスも、7ボスもちゃんとある程度練習して覚えないとダメなんですね。そうですね、ただ6ボスよりは楽です。アチョウでなんとかなる部分があるんで、はい、なるほどなるほど、そう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 。というわけで、ニコニコの方は終わってますね。終わってましたか、うん、まあいいですよワールドプロレスエンドということで、はい、ワールドプロレスエンドじゃあレイストーム、一応春に、春じゃない、秋のシューティング祭りに向けて、まあ、ご期設定で申し訳ないですけど、ワンコインクリアを目指して僕もまた練習していくんで、よかったらまたぜひ春のシューティング祭りじゃないや、秋のシューティング祭りに期待していただければなと思っております。で、さらに、オートを使えばですね、点数稼ぎとか気にせず楽しめるんじゃないか、6ボスまでは楽しめるんじゃないかと思うんで、皆さんもぜひレイストームやってみてください。で、6ボスもし抜けれたら多分クリアできるよ。ミカドで多分5期設定だったら絶対クリアできると思うんで、はいはい、いやでも改めて見ると5期でもちょっとね、厳しそうですね。厳しいですね、やっぱボムがね、たまらないと打てないっていうゲームなんで。でもまあ僕も6面のボスまでやってみたら、このゲーム楽しいかなって思い始めてきたんで、おだから世にクソゲーはないと思います、はいはい、だから FA もやります。お嫌いなゲームにチャレンジする2015年、嫌いな池田ミノロックとシューティングゲームの戦いということでね、はい、というわけで、来週はですね、同じく月曜日から、来週月曜日8時半からよですね、はい、メガブラストをお送りしていきたいかなと。で、はいはいはい、今帝メガブラスト今大流行してる。大流行です ね TZW さんもメガブラスト、先ほど初クリア、先ほど初クリアで、できました、できました。なので、この配信見てるメガブラスターズの皆様はですね、月曜日集まりましょう。おみんなでクリアしてやりましょう、みんなで、ね一人一人クリアする動画を見せていくと。なげーなげーみたいな感じで。いやでも
パターン変わるとこって最終面ぐらいじゃないですか、ね、ここぞとばかりにメガブラストをみんなでボコボコにするという来週は企画となってますんでね。はい、というわけでミカドはシューティングゲームまだまだ力入れて、やっていきたいと思いますんで、またね来月もこういう軽い感じの配信やるんでね、今後もミカドの、シューティングゲーム配信にどうかご期待ください。ひとまずは池田ミノル君補修完了ということでありがとうございました、はい、てなわけでございまして、月曜シューティング配信池田ミノル君 VS レイストーム1号機、補修配信以上終了、ありがとうございました。今日 TZW さんありがとうございました。わあ、パチ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 